はい、間違えしました。ロボットボムで、かくれんぼしたいと思います。前回やったのが、ボムかくれんぼって言って、スプラッシュボムを使ったかくれんぼをしたんですけど、今回はロボットボムだけを使ってかくれんぼしたいと思います。大体まあこんな感じ。まあ、前回とあんま変わらない。まあ、ボムが変わっただけですね。鬼のボムが変わっただけです。ちょっとね、人数を見ていただくとわかるんですけど、3人ロボットボムがいて、隠れる方が、まさか俺一人。ちゃんと全部濡れるのかな？ちゃんと全部濡れるのかもわからない。でもさ、ロボットボムでさ、かくれんぼしたらさ、ロボットボム索敵できるじゃん。もうすぐバレると思わん。一回捕まっただけで終わりだぞ。あ、降りる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 。やばい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 。で、こういうとこ塗ってね、隠れてるふりでもしないと、来ちゃうから、ちょっと待って、あと30秒しかない、あと30秒しかないぞ。どうしよう。もうそろそろ隠れる場所決めないと。どこがいいかな。でもやっぱね、自分の方が一番いいと思うんだよな。くそ、どうしようどうしようどうしよう。やべ、時間ない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 。もうここら辺にしかないな。時間がないぞ。いや、もうここにします、ここに。はい、ここにしました。決定。あ、檻が動く。てか、ロボットボムの光ってここまで見えるんだね。こんな見えるんだね、ロボットボムの光。いや、怖い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 。もう一回でも見つかったらアウトだぞ。あのレーダーに触れたら、もうその時点でアウトだから。触れちゃダメなんだよな。怖いな。あ、でもこのステージ広いから、もしかしたらここまで来ない説がある。しかも3人しかいないし、相手。あ、なんか来てるぞ。いや、なんか見える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 。あと15秒。あと15秒耐えれれば。来てない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 。できる。いける。大丈夫大丈夫大丈夫。あ、危ない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 。はい、次はですね、場所を変えました。ビーバスパーク、とてもとても狭いステージ、ビーバスパークでやりたいと思います。まあ、ここ狭いけど、上手いことすれば幅が入るとは思ってるんで、こういうところに近いね、続きましょう。やっぱりやっぱり塗るのが大事だなと思いました。さっきのリボン塗ったからね、敵はね、さっきのリボン塗ったからね、鬼はね、関係ないし、喜んでくれたからね、やっぱ塗るのが大事。やばいよ、時間がないよ。時間全然ないよ。こんな塗れるか？もうここの高台使えない時点できついんだよな。今回さ、いろんなとこ塗ったじゃん。あえてさ、もうさ、ここにさ、いようよ。ど真ん中に。今回狭いじゃん。で、こんだけ周り塗ったら、鬼が、もうみんな周り気にしちゃって真ん中来ないんじゃないかなって思って、真ん中にします。さすがに真ん中おろそかでしょ。周りから攻めるはず。怖い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 。鬼の位置がね、全部見える。あっ、あっ終わり終わり。じゃ次は鬼側をやります。めっちゃ乗ってる。買い物カゴにめちゃくちゃロボットボムが乗ってる。何買おうかな。何がいいかな。あ、これ飲み物美味しそう。あ、1分。さあ、時間経ちました。探しに行きましょう。一人でしょ。一人なんて余裕でしょ、見つけるの。正面から行こう。一回でもこのレーダーに浴びた瞬間に、お、お、お、瞬間に、お、お、お、瞬間に、お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 、